あいにくの雨になりましたけども、まあ、これで、春が一歩前に進んでいくんだろうというふうに思います。前回は、原始仏教から大乗仏教へ、何がどう違うという題で、インドでの仏教の変化発展と、それらの各段階の仏教が、アジア各地に伝えられ、中国、朝鮮半島を経て日本へも伝えられてきたというところまでお話ししたんですけれども、で今日はそれに引き続きまして、仏教が中国から日本にどう伝えられ、現在私たちが知っているような宗派がどのようにして作られ、そしてそれらの宗派の特徴は何かというところをざっと大まかに見ていきたいというふうに思います。まずはじめにイントロとして、テキストにしております、広沢隆之監修、青春出版社発行の日本の仏教とお経を少し読んでみたいと思います。26ページをお開きください。26ページの、宗派の誕生と日本への仏教伝来というところです。読んでいきます。宗派の誕生と日本への仏教伝来。インドでの何世紀にもわたる仏教の展開変遷によって生まれたさまざまな経典が、その成立の順序や経緯とは無関係に中国にもたらされた。しかし、どの経典が釈迦の真意を反映し、どの経典が重要であるかを見極める必要が出てきた。そこで説かれた形式、方法、順序、内容などによって経典を分類し体系づける教祖反逆が行われた。隋代に出た中国天台宗の開祖智は、釈迦の教説の順序を五次に分け、人々の性質や能力に応じて次第に深い教えを説き、最後に説いた経典が法華経だとする五次八経判を主張した。また華厳宗の大成者法蔵は、華厳経を中心最高とする五経十宗判によって仏教全体を把握した。補足説明をいたします。教祖反逆という言葉が出てきました。ここに書かれている通りなんですけれども、インドでは、時代の経過とともに原始仏教からブハ仏教、大乗仏教と順次経典が編纂されていったのですが、中国ではそれらが前後無関係にもたらされ簡約され伝えられました。で、中国ではそれらの経典すべてを釈尊自身の説法、大乗仏教の経典の多くは釈尊が亡くなって数百年も経ってから編まれているわけですけれども、原始仏教から大乗仏教に至るすべての経典を釈尊ご自身の説法と捉えて、で釈尊はどういう順序で何を説き、そして釈尊が一番伝えたかったこと、本当に伝えたかった大事なことは何だろうと多くの仏教者が考え、でそういう観点から経典を解釈したり判断したりしようとしたのですね。つまり中国の仏教者がそれぞれの考えで膨大な数の経典の価値判断をし、順位をつけ体系化しようとしたわけです。でこれが教祖反逆ですね。でその代表的なのが智の五次八経判と法蔵の五経十宗判ですね。ごくごく簡単に触れておきますと、レジュメをご覧いただきたいんですけれども、智の五次八経判というのをですね、その五次とは釈尊の浄土、
悟りを開いた時から涅槃、亡くなるまでの生涯を5つに割って、それぞれの経をそれぞれの時期に振り分ける。で、一方八経はですね、これはその、例えば浅い教えから深い教えに順序を踏んで説いた教えとか、いきなり本質を説いた教えとか、あるいは大乗仏教の入門的な教えとか、菩薩にだけ示される高度な教えとか、最も優れた完全な教えとか、というふうにお経の性格を8つの範疇に分けて、それぞれのお経をそこに当てはめる。そしてそのグラフの縦軸横軸みたいにですね、五字と八経での位置づけからそれぞれのお経を価値判断し、順位をつけるというふうにした価値判断の仕方です。で、これが五字八経判ですね。一方、法蔵の五経実習判の方は、五経というのは先の智人が立てた八経のお経の性格の分類の仕方に近い分け方ですけれども、実習の方はですね、法と我、法は宇宙の原理で、我はそれぞれ個別のものが個別のものである原理ですが、その法と我が存在するかしないか、法と我は共に存在するとか、法は存在するけれども我は存在しないとか、法も我も存在しないとかですね。で、そうしたその法と我が存在するかしないかの考え方を10種類に分けたものでして、で、それぞれのお経がその実習と五経のどこに当てはまるかで、お経の価値判断をする判定の仕方です。で、こうした価値判断をした上で、智義は法華経が一番優れたお経だと推し、法蔵はいやいや華厳経こそ最高のお経だとしたわけですね。テキストに戻ります。こうして数多くの経典から一つの経典を選び、その経典を中心に仏の教えを説こうとするグループがいくつもでき、宗派が生まれていく。数多くの経典から一つの経典を選び、その経典を中心に仏の教えを説こうとするグループ、これが宗派ですね。中国の宗派はそのまま日本へと伝えられた。まず奈良時代に南都六宗と呼ばれる三論宗、上立宗、発想宗、駆舎宗、華厳宗、立宗が伝えられた。これらはいわば学派のようなもので、僧侶は特定の宗に属することなく各宗にまたがって教えを学ぶことができた。六宗のうち東大寺を本山とする華厳宗、唐の玄奘を始祖とする発想宗、鑑真によってもたらされ、唐招提寺を本山とする立宗の三宗が現在まで存続している。なんと六宗は中国に存在した宗派の異名だったが、平安時代になると最澄と空海という二人の日本人僧によって天台宗と真言宗が改装される、といってもこれも中国からの輸入ですね。さらに平安時代末期には両人の融通念仏宗が、鎌倉時代に入って法然の浄土宗、親鸞の浄土真宗、一般の実宗という浄土系四宗が創始された。永西の臨済宗と道元の曹洞宗の前系二宗、日蓮による一蓮宗も鎌倉時代に生まれている。共に中国からの影響のもとにですね、室町時代以降は各宗内部の分派は揺られたものの、新しい宗として開かれたものはなかった。しかし江戸時代初期には民宗隠元によって中国臨済宗系の大幕宗がこれに加えられた。その後第二次大戦前までは
日本の仏教宗派の数は一般に13宗56派と言われてきた。だが戦後になって宗教法人法が公布されると、1951年既成仏教宗派の中から多くの分派が独立し、おびただしい数の仏教系新興宗教団体も生まれる。有名伝統寺院の中からも単立本山として独立するものが続出して、派に関しては正確な数がわからないほど増加した。しかし事実上宗の数は現在も13宗であることに変わりはないということですね。その戦前の日本では天皇を神とする国家神道を中心に、仏教各派も含めて宗教は国によってがっちり統制管理されていたのですけれども、戦後はですね、憲法に保障されている信教の自由が実現できるように宗教法人法によって、組織とか施設とかで一定の条件を満たせば宗教団体が宗教法人として、都道府県や文科省の認証を受けて、公益法人としてのさまざまな優遇措置も受けながら自由に活動ができるようになったわけですね。でそのため、たくさんの新興宗教が生まれたり、伝統仏教の中でも、一つの派が独立したり、あるいは一つのお寺が独立したりして、単立の宗教法人として活動できるようになりました。こうした自由化といいますか、規制緩和によって宗教法人の数は大幅に増えたわけですけれども、仏教界を大きく分ける13宗は変わっていないということですね。それではこちらのテキストを一旦ここまでにしまして、日本の宗派、私たちの知っている日本仏教の宗派についてざっとお話ししたいと思います。私が作った方のレジュメをご覧になりながら聞いてください。話は中国に戻ります。前回お話をしましたように多くの薬教僧不法僧の活躍と努力によって中国では膨大な数の経典が翻訳もたらされ翻訳されました。そうしたたくさんの経典の中からある経典を中心に信仰したり研究したりする僧侶のグループが出てきました。それがそもそもの宗派の成り立ちですね。で、中国で生まれたこれらの宗派が日本の仏教の宗派の元になっていますので、日本の宗派のほとんどは中国の宗派に学んでそれに習って作られたものですから、そのあたりを関連付けながら少し詳しく見ていきたいと思います。皆さんには日本の宗派を思い浮かべながら聞いてくださればありがたいと思います。まずは天台宗です。でこれは中国で6世紀に智義という僧が浙江省にある天台山にこもって法華経をもとに摩訶止観という一種の禅も加えてまとめ上げた仏教でして、でさらに丹念という僧によって体系づけられました。やがて遣唐使とともに中国を訪れた日本の最澄がここで学んで日本に帰った後完成させたのが日本の天台宗ですね。で法華経というのはこれは一切諸条が等しく仏になることができるとする一条の教えと、釈迦は入滅せず永遠に真理を説き続け諸条を救済し続けるとする久遠釈迦
久遠成実の釈迦の教えで特徴づけられますが、この法華経の久万来重訳は妙法蓮華経となっておりまして、で次はこの妙法蓮華経に仏教のすべてが含まれ統合されている、仏教のすべてがこの経典に統合をされる宇宙の統一的真理を述べた釈尊による最後のそして最高の教えとしまして、でこの経典を頂点とした一つの仏教世界を作り上げたのですね。このお経ではまた法華経を説き書き写し唱えることによって地上に平安がもたらされるとも説かれていまして、五国の経典、国を守る鎮護国家の経典とされます。ですからこの経典によった地義は当時の秦の王から厚く遇されましたし、最澄も朝廷との結びつきが強かったですね。さらに後に比叡山で天台宗を学んだ日蓮もこの法華経の五国思想から独自の国家論、政治論である立正安国論というのを表して、鎌倉幕府にその実践を求め鎌倉幕府と軋轢を起こしたりしますが、で彼日蓮は南無法蓮華経というお題目、南無はサンスクリットで帰依するという意味で、妙法蓮華経は久万来重が訳した法華経の表題題目ですが、でこの題目に釈尊の功徳のすべてが込められているとしまして、この題目を唱えること、これを唱題と言いますけれども、唱題を信仰の基本とする法華宗、後の日蓮宗を開いたのですね。まあ最澄の天台宗には法華経を基盤としながら全密教、浄土教も加わっていますが、こうしてその地理に始まる中国の天台宗が法華経を軸に、日本の最澄の天台宗から日蓮の日蓮宗にまでつながっているわけですね。でさらに言えば、日本で浄土宗を開いた法然も、浄土真宗を起こした親鸞も、臨済宗の栄西も曹洞宗の道元も皆一旦は比叡山で学んでいますから、日本の仏教は地理に始まると言っても過言ではないかもしれませんね。ちょっと余談ですが、法華経と法華経に基づく日蓮宗の近代日本における影響というのは大変大きなものがありますね。例えば石原莞爾、かつての関東軍参謀で満州国の仕掛け人と言われる石原莞爾の思想もそこにありましたし、宮沢賢治もですね、また別な意味で日蓮と法華経の影響を強く受けています。それからいわゆる新興宗教も日蓮宗から分かれたものが多いんですね。さて、次に浄土宗です。で浄土宗は、天台宗の地理より少し早い、5世紀から6世紀にかけての、鈍乱という人が桓武領事教を元に立ち上げた宗派です。で桓武領事教というお経には、ある物語が、語られていまして、それもですね、インドのマガダ国の王、釈尊のパトロンで、竹林少女などを寄進したビンビサーラ王、漢訳のビンバサラ王ですね、が息子のアジアタシャトル、漢訳経典でいうアジアセ王によって幽閉され、密かに夫に会いに行った母エバイデイヒ、イタイケ部人も幽閉されてしまうのですが、でその幽閉されて悲嘆に暮れるイタイケ部人のところに釈尊が現れて、阿弥陀仏に救いを求めようと
説くのですね。でそして、阿弥陀仏と極楽浄土は間近にあるとして、それを見る、目の当たりにする、16項目の漢方、16漢方という、瞑想法を伝えるのです。でそうした物語が観無量寿経の中身です。父を殺害したアジャセヨはやがて、激しく後悔して、釈尊に帰依し、釈尊入滅の後王舎城に、釈尊の骨を納めた仏舎利と、仏塔を建てて、供養したという後日談もあるのですが、でこの観無量寿経をもとに、曇鸞は、阿弥陀如来のいます西方極楽浄土への往生、成仏をお願い、でそのための方法として南無阿弥陀仏と口に出して唱える称名念仏を進める浄土宗を開きました。曇鸞の開いた浄土宗はその後道釈や禅土に引き継がれまして、釈尊亡き末法の時代に凡夫、凡夫というのは一般庶民のことですが、釈尊亡き末法の時代に凡夫が成仏を願うには、この優しい南無阿弥陀仏と弥陀一仏の名号をもっぱら唱える専修念仏が最もふさわしいとして大成されていったのですね。釈尊亡き末法の時代に凡夫が成仏を願うには、この優しい南無阿弥陀仏と弥陀一仏の名号をもっぱら唱える専修念仏が最もふさわしいということです。でこの禅道の影響を受けて日本で法殿が開いたのが日本の浄土宗です。禅道の影響は極めて強かったようでして、ひとえに禅道一師による、禅道だけが私の先生だと法然は断言しているほどです。でこの法然の弟子が浄土真宗を開いた親鸞ですね。レジュメは2ページ目に移ります。親鸞も曇鸞や禅道の影響を強く受けています。親鸞は自分の名を釈空あるいは禅心とも言っていまして、でこれは道釈禅道から取ったものでして、親鸞の乱も曇鸞の乱から取ったものですね。浄土宗も浄土真宗も阿弥陀仏への絶対的な帰依、阿弥陀仏への絶対他力の信仰と南無阿弥陀仏と弥陀一仏の名号をもっぱら唱える専修念仏が特徴です。次に密教です。で密教は、インドで、大乗仏教の最後の段階、7世紀後半に成立しまして、中国へも一番遅くに伝わっています。密教の経典は大日教や金剛長教でして、行者個人が、修行者個人が心、体、言葉、心、心、体、言葉、心の三合、これを密教では心悔の三密と言いますが、行者個人の身の行い、口にする言葉、心の働き、それを手に印を結び、口に真言を唱え、心に仏を感想する、仏に思いを凝らし、仏の姿を思い描くという行を通じて大日如来のそれと一体化する、行者個人の身の行い、口にする言葉、心の働きを大日如来の身の行い、口にする言葉、心の働きと一体化させる、でそういう三密の行による大日如来との一体化で、これを入が我入と言いまして、我が仏の中に入り、仏も我の中に入るという行動にして独自な宗教体験なのですが、
で、そういう宗教体験によって即身成仏する、我が身そのままにして仏となることを目指す教えですね。で、密教では宇宙の神羅万象、諸仏諸菩薩も全て大日如来の真悔の働きと捉えまして、大日如来とその多くの化身である諸仏諸菩薩とを図の上に配した、図の上に表した金剛界や大蔵界、金剛界や大蔵界の曼荼羅で、まあ、その世界観と大日如来の化身たちの働きを表しています。まあ、しかしその教えはですね、普通の他の宗派と違って経典などの中で広く説かれるものではなく、大日如来から連なる師匠と弟子との間で秘密のうちに伝承されるものとされますので、秘密仏教、すなわち密教と言うんですね。中国では8世紀前半に禅武医芝原新派によって大日教による大蔵界の密教が、また金剛寺バジラボーリとその弟子福アモーガバジラによって金剛朝教に基づく金剛界の密教が伝えられました。禅武医金剛寺ともそれぞれインドのある国の王子で、共にナーランダの僧院で学んだと言われています。で、中国では福の弟子の慶賀が大蔵界と金剛界の両部を統合します。2つの系統を統一します。で、その慶賀の教えを受けて日本に持って帰ったのが空海。遣唐使の船に便乗して最澄らと共に中国へ留学した空海でした。で、彼は帰国後高野山に道場を開いて真言宗を起こしました。もう一つ日本に大きな影響を及ぼしたのは禅宗です。禅はサンスクリットのディアーナの音を漢字に移したもので禅定、定量とも言います。精神を整えて静かに思索すること、瞑想することを言いまして、古代インド以来の修行法です。ですから禅定そのものは釈尊以前のはるか昔から行われてきたものですが、禅宗という宗派は6世紀菩提ダルマ、ボーディダルマがインドから中国にやってきて少林寺で壁に向かって座禅をした、でその教えを慧可が受けたというところから始まっていまして、まあ、このダルマはその伝説に覆われた人物ですが、この慧可もですね、ダルマに教えを請う真剣さを示すために自ら自分の左腕を切り落としたという伝説を持っていまして、このダルマを初祖第1番目の祖師、慧可を二祖二番目の祖師として経下別伝の師子相乗、すなわち他の宗派のように経典などを通じて悟りを理解するのではなく、現に悟りの体験を得ている師匠がその弟子に悟りの境地を直接伝えるということを旨とする宗派であります。で、その師匠と弟子の系譜を血脈と言います。で、それは祖師ダルマから現在までつながっているとされているのですね。禅では座禅をすることで自己を徹底的に見つめることによって一瞬のうちに悟りを得る、これを頓悟と言いますが、それを目指すのですね。経典に説かれた教えに従って修行して段階的に悟りに到達するのではなくて、自身に内在する仏心、本来の清浄な心を一瞬にして掴むこと、
それがすなわち悟りです。自身に内在する仏心、本来の清浄な心を一瞬にして掴む、それが悟りなんですね。でそのため、特定の経典にはよらず、座禅こそ本道であり、座禅にこそ仏の教えが込められているとするのですね。7世紀から8世紀にかけての6祖の時、遠王の南宗禅と仁宗の北宗禅に分かれますが、次第に南宗禅が優勢になり、その流れから百条会海という禅僧が現れまして、禅の僧院における日常生活の規範として真理というのを定めます。ご存知のように禅宗では生活のすべてが禅の修行と捉えまして、掃除とか水当番の仕方とか食事の作法とか大変厳しいですよね。でそれはこの百条の真理に始まるのです。9世紀頃にはまたその流れから、臨済義元という禅僧が出まして、臨済宗が開かれます。また、東山良海とその弟子の、宗山本尺という禅僧が出て、その名前の宗と東の字を取った、曹洞宗が起こります。でその主な違いは、臨済宗は観那禅と言いまして、公案禅問答を修行に用い、でそれに対して曹洞宗は黙生禅と言いまして、公案などを取り入れず黙ってもっぱら座禅に打ち込む、といえばもうお分かりのことと思いますが、日本の栄西または陽西が中国に渡って天台山で臨済宗を学び持ち帰ってきたのが日本の臨済宗であり、同じく中国に渡って曹洞宗に学んだ道元が持ち帰ってきたのが日本の曹洞宗ですね。ですから日本でも臨済宗は公案などを取り入れた観那禅、曹洞宗は黙生禅で止観他座と言いますが、ひたすら座ることに打ち込むのですね。さてこれで、私たちが知っている現在の日本の仏教にはほとんど触れました。日本の仏教宗派は、一口に13宗56派と言われます。でその13宗のうち、これまでお話しした以外に残っているのは、現在は比較的信者数が少ない宗派ですが、一言ずつ触れて、おきますと、まず、奈良時代から残るいわゆる、南都六宗に属する、立宗と華厳宗、六宗宗があります。列名は3枚目に移ります。立宗は、前に、仏教の文献には教と律と論があるということをお話ししましたが、立宗という宗派はこのうちの律道、すなわち僧や在家信者が守るべき規律や生活規範を中心とした宗派で、7世紀に中国の道宣という僧によって大成された宗派でして、日本へは道宣の孫弟子の鑑真によって伝えられました。鑑真は布教のため日本に渡る決意をして以来、船出しようとして妨害を受けたり、船出はしたものの暴風にあったりして挫折すること5回、その間に失明したりしますが、志を捨てず6度目の航海でようやく11年目にして日本に到達したという話は有名ですね。華厳宗でこれは、ビルシャナ如来という仏を建てて、一足多多足一というんですが、宇宙のすべてのものはビルシャナ仏の権限といいますか、
ビルシナ仏から出たものであり、ビルシナ仏に帰るものである。でそれゆえこの世のものは全て実は一つであり、無限に関連し合って存在しているという宇宙観を示す下根経を中心に、やはり7世紀中国の法蔵という構想が大成した宗派でして、朝鮮の新羅に派遣されていた日本人僧の新羅によって新羅から導入されました。ご存知の東大寺の大仏、あれはこの下根経に描かれているビルシャナ仏の姿を表したものなんですね。発想宗で、これは玄奘がインドからもたらした上有意識論という論上、哲学文献をもとに玄奘の弟子の沖という僧が起こした宗派で、中国に渡った日本人僧の道生が持ち帰ってきました。でこの宗派ではこの世の全ての現象には実体がなく、全て人の意識の働きによってあるかのごとく人に認識されているに過ぎないというふうに説いています。次に融通念仏宗と自宗です。でこれは日本オリジナルなんですね。融通念仏宗は12世紀の初めに良人という僧が、一人一歳に一歳に一人、一行一歳行一歳行一行という詩を、これをですね阿弥陀仏から直接いただいたとして開いた宗派でして、まあその一人が唱える念仏は全ての人々が唱える念仏として、全ての人のためになり、全ての人が唱える念仏はその中の一人一人のためになる、つまりその、みんなで念仏を融通し合ってみんなで極楽浄土に往生しましょうという宗派なんですね。でこれはまあ先ほどの華厳宗の一足多足一、すなわち全てのものは関連し合って存在し、だから全体の中に個があり、個の中に全体があるという考えを根本にしています。自宗、これは13世紀に一遍という僧が、南無阿弥陀仏と唱えれば全ての人が救われると始めた宗派です。でそれは親鸞の浄土真宗と同じようですが、親鸞は阿弥陀仏への信心が起きた時点で救われるとしたのに対して、一遍の方はですね、信心があろうがなかろうが、信仰のあるなしにかかわらず南無阿弥陀仏を唱えさえすれば阿弥陀仏は極楽往生させてくれると説いたのです。でそしてその教えを庶民に広めるために鐘や太鼓を打ち鳴らして踊りながら念仏を唱える踊り念仏を始めました。一遍は、まあ、その古事記坊主といいますか、一切を捨てた一生不在の流浪の異行僧として全国各地を行脚しながら生涯を送りました。最後に大漠宗です。でこれは17世紀に長崎にいた、当時長崎にいた中国福建省出身の人たちが、故郷福建省の大漠山満福寺、まあ、これはその臨済宮のお寺ですが、そこから隠元という僧を招いて始めた宗派です。隠元豆やお茶料理というのはこの隠元さんがもたらしたものと言われていますが、中国特に民の雰囲気を伝える独特な宗派ですね。以上で日本の仏教宗派13宗についてそれぞれの特徴を、まあ、その中国とのつながりの中で、まあ、お話をいたしました。やっとご理解いただけたかと思います。
で5月以降ですね、これらの各宗派の仏教を順次さらに細かく見ていくつもりですが、来月の月例会は鎌倉の円覚寺に行ってそこのお坊さんの話を聞いたり座禅体験をしますので、その予備知識としてですね、このあとテキストの全集の部分をざっと読んでおきたいと思います。126ページの臨済宗というところからです。126ページです。よろしいでしょうか。臨済宗、武家僧の支持を得て日本に根を下ろした禅宗、比叡山で天台教学を学び僧から禅をもたらす。禅宗の一宗臨済宗を日本にもたらしたのは永済、1141-1215 年である。備中の国岡山の神官の家に生まれた永済は13歳で比叡山に登り、天台教学の中でも密教をとりわけ熱心に学んだ。28歳の時には最初の日僧を果たしている。明州では天台山や愛光山を訪れ天台小書60巻を得た。帰国後も主に密教の修学に努め、著作の多くも密教に関するものだった。2度目の日僧は47歳の時である。僧からインドに渡り釈迦ゆかりの聖地を巡拝するつもりだった。南宋の都林が現在の広州で入塾の許可を求めたが、蒙古の侵入で辺境の関門は閉じられ許可が得られなかった。やむを得ず入塾を断念した永済は天台山に入り、万年寺の禅僧恵上に師事した。恵上の下で臨済宗王流派の禅を学ぶこと5年、永済はその法脈を受け継いで菩薩戒を受け、以前の国長崎平戸に帰着する。菩薩戒というのは、これは大乗仏教の戒で、具体的には前にお話をした従従四十八教会などですね。永済は臨済宗王流派の禅を学び修行して菩薩戒を受け、平戸に帰着する。そして京には戻らず、九州各地に禅宗の拠点を築いていった。当時京都周辺では禅僧大日能仁が臨済禅を達磨宗と称して衝動していたが、比叡山から圧迫を受け、朝廷からは達磨宗停止との宣旨を下された。圧迫は九州の永済にも及び、大長官に召されて尋問を受けている。この尋問の後永済は博多に聖福寺を建立し、公然五国論を表して禅の正当性を主張、ついで鎌倉へ下ると時の将軍源頼家やその母北条政子の帰依を受け、寿福寺鎌倉や建仁寺京都を創建した。鎌倉幕府の庇護のもと永済は華々しい活躍を見せた。ただし建仁寺が天台密教と禅の見学道場だったことからも分かるように、永済の思想は禅に特化したものではなかった。見学というのは異なる宗派の仏教を一緒に学ぶこと、合わせて学ぶことですね。永済は臨済宗の独立よりも天台密教の復興に主眼を置いていたと言われている。永済による臨済宗改修は新仏教の誕生を示す一つの痕跡ではあるが、旧仏教から独立した禅宗の確立へ至る
過渡的なものとして見ることもできる。釈迦の悟りを自ら体験する禅宗。そもそも禅とは鎮守黙考、精神集中を意味するサンスクリット語のディアーナを音写した禅那が簡略化された言葉である。また禅は精神の安定を意味するので定とも訳される。この2つの言葉を合わせて禅定とも言う。禅は仏教が起こる前からの古代インドの修行法の一つであったが、釈迦の座禅を原点とする正統的な禅仏教は、禅仏教は釈迦の座禅、釈迦が悟りを開くに至った菩提樹の下での座禅を原点とし、それに習い、それを引き継いだものなんですね。でその禅仏教は釈迦から数えて28代目とされる菩提ダルマ、ボーディダルマによって中国に伝えられ、弟子から弟子へと受け継がれていった。ダルマの伝えた禅は7世紀後半頃、愚人の門下から絵の陳州という優れた弟子が輩出され、中国北部に陳州の北州禅が、南部に絵の南州禅が広まった。平安時代に最澄がもたらしたのは北州禅である。しかし中国で北州禅の流れは次第に衰え、南州禅の絵の王が法と釈迦の教えを伝えていくことになった。南州禅が最盛期を迎えたのは唐末から五代時代にかけてのこと。中でも絵の王、南岳絵城、馬祖同一、百条絵会、大箱金という流れが最も栄えていった。この流れを継承した臨済義元が高い思想性を加え臨済宗を確立した。その頃各地にそれぞれの宗風を持つ、いわゆる五家七宗が形成されていった。五家七宗、歴史には書いておきましたけれども細かいことですので、いいでしょう。臨済宗や曹洞宗などの五家と臨済宗から分かれる王流派、楊流派がそれである。これが五家七宗ですね。日本の臨済宗は永斎が開祖とされるが、永斎が日本にもたらしたのは臨済宗王流派で、その系譜はほどなく途絶え、現在につながる日本の臨済宗の流れは全て楊流派になっている。使徒の問答で真実を体現。禅宗では文字や言葉で表現できない釈迦の菩提樹の悟りを自ら直接体験することを目指している。釈迦の菩提樹の悟りを自ら直接体験することを目指している。それが禅宗なんですね。ダルマはこうした特徴を持つ禅の思想を浮流文字、境界別伝、直視妊娠、健常成仏という4つの句で表した。それらはそれぞれ次のような意味になる。悟りは言葉によって表現できるものではないから、言葉や文字にとらわれてはならない。浮流文字、悟りは